イアンブリコス、あるいはカルキスのイアンブリコスは、シリア人のネオプラトニズム哲学者で、後期ネオプラトニズム哲学の取った方向性を決定づけた。彼は、ピタゴラス主義哲学を要約したことで、最もよく知られる。イアンブリコスは、シリアで、最も代表的なネオプラトニストであり、彼の影響は、古代世界の広範な範囲に広がった。 彼の生涯に起こったことや彼の宗教的な信念は完全には知られてはいないが、彼の信じた主要な教義は、彼の現存する著作から浮かび上がってくる。スーダ辞典や、彼の伝記を書いたエウナピオスによれば、彼はシリアのカルキスの生まれである。彼は裕福で名の知れた家に生まれ、エメサ王家の最小の子孫と言われていた。 彼は最初ラオディケアのアナトリオスの下に学び、続いてネオプラトニズムの創始者、プロティノスの弟子であるテュロスのポルピューリオスの下に学んだ。カルキスのヤンブリコスは、ポルピューリオスにテウルギアの実践を反対されたことで、知られる。その批判に対してヤンブリコスは、自身の著作、エジプト人の悲技についてで応答している。 304年頃に、イアンブリコスは、故郷シリアに戻り、アンティオキア周辺に当時存在し、ネオプラトニズム哲学者を輩出したことで知られる町、アパメアに、自身の学校を創立した。そこで彼はプラトンを呼び、アリストテレスを研究するためのカリキュラムを立て、プラトンやアリストテレスに関する、総括的な注釈を執筆した。ただしその注釈は今日では、 断片としてしか残っていない。プラトンやアリストテレスに加えて、ピュタゴラスもヤンブリコスにとって、史上の権威であった。イアンブリコスは、ピュタゴラスの競技のコレクションを書いたことで知られるが、本書は10巻からなり、何人かの古代の哲学者の抜粋を含んでいる。第1から4巻と第5巻の断片が残っている。イアンブリコスは卓越した文化と学識を備えた。 人であったと言われた。彼は、その寛容さと自精心でも、名声を博した。多くの学徒が彼を慕って集まり、イアンブリコスは彼らと共に、きあやい,いと過ごした。ヨハン・アルベルト・ファブリキウスによれば、イアンブリコスは、コンスタンティヌス一世の知性、おそらく333年以前に死去した。イアンブリコスの著作は、断片が残っているに過ぎない。私たちは、 彼の哲学体系に関する知識をストバイオスその他の著述家が残した断片に部分的によっている。彼の誤冊の現存する著書や彼のピタゴラス哲学研究の断片と同様にイアンブリコスの後継者たち、特にプロクロスの研究もまたイアンブリコスの体系を明らかにしてくれる。これらを除けば、プロクロスは有名な論文、テウルギア、つまり、 エジプト人の悲技についてをイアンブリコスに返している。しかしながら、この著作とイアンブリコスの他の作品との間には、競技の要点で、いくつかの流儀の違いが見られるので、イアンブリコスは、本当に、これの著者なのかと問う人もいた。しかし、この論文は確かにこの学派に由来するものであり、 当時の多神教の教派の営みを思索的に正当化しようと周到に試みる上で、この論文はイアンブリコスが立っていた歴史上の分水例となっている。思弁的な理論として、ネオプラトニズムはシ祖プロティノス以来最高の発展を経験した。イアンブリコスが導入したネオプラトニズムの修正は、周到にして綿密な形式的区分。 ピタゴラスの数象徴主義のより体系的な応用、そして東洋的な体系の影響のもとでのネオプラトニズムに含まれる概念的だと考えられていたものの徹底して神秘的な解釈といったものであった。イアンブリコスは魂が物質において具現化しているという思想を紹介し、物質は宇宙のそれ以外の部分と同じだけ神聖であると信じた。 これは、彼独自の思想と物質が不完全なものだと、信じていた先達たちの思想との間を分かつ最も根本的な出発点である。このために、イアンブリコスは、途方もない尊敬を持って見られたようだ。イアンブリコスは門弟たちから強く尊敬された。彼は、同時大臣から、奇跡の力を有しているとみなされた。フラウィウス・クラウディウス・ユリアヌステイは、 エウナピオスによる自分は、イアンブリコスに流儀においてのみを取っているという、控えめな賞賛に満足せず、イアンブリコスを、プラトンの、さらい以上の存在として扱い、イアンブリコスのある所簡のために、リュディアの金を捧げると宣伝した。15世紀16世紀に、彼の哲学に対する関心が復活した頃、イアンブリコスの名は、神聖な、最も神聖なといった、 形容詞をつけずに言及されることは、ほとんどなかった。彼の体系の頂点に、イアンブリコスは、超越的で原表不可能な、一者、モナスを据えた。一者の第一の原理は、知的に捉えられる、ヌースである。絶対的な一者のすぐ後に、イアンブリコスは、一者自体と、知性を生むものとしての他、たつまり魂、プシュ形との間にある二次的な超存在的。 一社を紹介した。これが、デルタウプシロンアルファデルタの始まりである。最初にして、最高の一社を、プロティノスは存在と生命と知性の三つの段階の元に述べた。しかし、イアンブリコスは、知性の対象である宇宙と知性によって引き起こされる宇宙を区別し、後者の宇宙は思考の領域で、前者は思考の対象であるとした。この三つの存在、 つまり、プシュケとヌースを二つに分けた知性の対象である宇宙と、知性によって引き起こされる宇宙は、三つ組みをなす。二つの世界の間で、かつて分離と結合がなされたという、この説明には、イアンブリコスによって加えられた部分があり、さらに、後にプロクロスによって二つの世界の本性をいくらか、受け継いだ、第三の宇宙が付け足されたと考える学者もいる。 この推測は確定的でない構成にのみ基づいている。しかしながら、私たちは知性的な三つ組の中で彼はデーミュルゴスに三番目の階級をあてがっていると読む。そのため、プラトン哲学では創造者イコール神であるデーミュルゴスは完全に形成されたヌース、ヘブドマスまで増大された知性的な三つ組であるとみなされる。 ヌースをデーミュルゴスだとみなすことは、ネオプラトニズムの伝統と、キリスト教の伝統に、ネオプラトニズムが採用され発展したことの中で、重要な動きである。ヒッポのアウグスティヌスはロゴスを内包したヌースを、創造原理と、同一視することにおいて、プロティノスに従う。ギリシアの哲学者たちが、その創造原理を、デーミュルゴスと呼んだのに反してアウグスティヌスは、 その原理の活動、展開を3一体、そのうちのコアロゴスであるのうちの一位格に属するものであるとみなした。イアンブリコスとプロティノスは、ヌースが理性の仲介によって自然を生み出し、そこで知性の対象である神が霊的な神の三つ、組に付き従われると主張した。こういった霊的な神のうち第一のものは認識不可能で、 現世を超越しているが、他の二つは、現世的であるが、理性的である。第三の階級、つまり、現世の神々においては、様々な地位、機能、階級の豊富な神聖がある。イアンブリコスは神、天使、悪魔、英雄について著述していて、天上の十二の神々は三十六にまで増加し、 それに続く72の神が存在し、神聖の守護者を除いて21の主要な神、42の自然の神、各個人及び民族が存在すると書いている。根源的な一者から物質的な自然自体にまで展開された神聖の領域では、魂が物質の世界へ下っていき人間として受肉する。基本的に、イアンブリコスは、 宇宙にある人間及び心的存在の階級や、それぞれの階級で様々な数学的前提に結びつけられた数を増やした。よって世界には無数の超人間的存在が住み、自然の事象に影響を与えたり、未来に関する知識を所有して伝達したりしていて、祈りや供物を捧げる者にとって、通信可能である。イアンブリコスの複雑な理論は、 全体として三つ組、ヘブドマス、その他のの数学的形式主義に支配されているが、第一の原理は、モナス、デルタウプシロンアルファーデルタ、三つ組であると、みなされている。象徴的な意味付けが、他の数にあてがわれている。彼は、数学的な定理が、究極的には心的なものから根源的な物質まで、あらゆるものに適用されると述べている。しかし、 彼はあらゆるものを数に従属させようとしたが、他の場所では彼は、数は、独立した存在で有限なものと、無限なものの間の位置を占めると述べている。イアンブリコスの体系のもう一つの難解な点は、自然に与えられる説明である。自然は、運命という名の必然性の鎖に縛られていて、運命の主題ではない心的なものとは、区別されるという。だが、 物質的になる強い力の結果自体として高まっていく。影響の持続的な波はそれらからそれへと流れていき、重要な法則や変典に干渉して良い目的を不完全で邪悪なものにする。邪悪さのいかなる満足できる説明も与えられていない。それは有限なものと無限なものの偶発的な衝突により引き起こされたと言われる。イアンブリコスは 古典期のピタゴラス哲学の復興を目指し、プロティノスのものとは異なる時間論を打ち立てた。彼以降のネオプラトニズム後期に属する哲学者は基本的にこの潮流の下で試作した。プロティノスが時間を単に人間の持つような魂の生のあり方としてのみ捉えたのに対し、イアンブリコスは時間を二つに、つまり不可分で流れ去ってしまうことのない時間と、 比実在的で流れ去ってしまう時間に分けて考えた。これはプロティノスにおける永遠と時間の関係に似ているが、イアンブリコスの時間論でも永遠と時間の関係は存続していて、永遠価値的な世界の尺度となる、流れ去らない時間価値的な世界に存在し、感覚的世界の尺度となる、流れ去る時間、感覚的世界に存在するという三段構造になっている。 宇宙論的には、他に先行して永遠が存在し、宇宙が作られると同時に流れ去らない、形状学的な時間が作られ、最後に流れ去る、自然学的な時間があることになる。主観的、客観的といっても、イアンブリコスの体系では、前者の時間は、知的活動の主体たるデーミュールゴスによって作り出されたものであり、後者の時間に対してはるかに強い実在性を持つ。 永遠はさらに上位の実態と結びつけて考えられる。イアンブリコスは以上の時間論を独自のものではなくアルキュタスのあるいはピュタゴラス学派の中でさらに遡ったものの時間論と同じだと信じていた。さらにプロクロスはプラトンのティマイオスにすでに2種類の時間を設定することが主張されていると考えた。しかし確実なところでは イアンブリコス以前に2種類の時間について述べたのは、イアンブリコスの死のポルピュリオスである。神聖な宇宙の構成の複雑さにもかかわらず、イアンブリコスは、救済を究極的な目的とした。ジュニクセル魂は特定の儀礼、すなわち神働け術を行うことによって神聖に帰還することになっていた。テウルギアを魔術と訳す者もいるが、 魔術という語の近代的眼畜は、イアンブリコスの考えていたことと厳密には合致しない。むしろ、テウルギアとは、奇跡的な宗教儀礼に近いものである。それでもやはり、こういった営みは、今日なら、魔術の試みと受け取られるようなことを行く文化は、伴っていた。肉体の中に閉じ込められた魂は、物理的な必然性に、支配されるが、 しかし魂はそれでも心的で理性的である。物質的で不完全で死すべき領域のまさしく一部でありながら同時に不死的、心的な本性の一部でもあるということは矛盾している。この魂は、いわば受肉した迷える魂であり、そのより深い、心的な本性とのつながりを失い、自己阻害に陥っている。この矛盾のうちに、 悪の起源についてのイアンブリコスの考えがあると目されているが、イアンブリコス自身はこのことに関して何も言っていない。これはイアンブリコスが先代の巨匠ポルピュリオスと意見をことにする領域でもある。ポルピュリオスは精神的感想のみで救済がもたらされると信じた。ポルピュリオスはイアンブリコスの神働け術に対する考えを批判する書簡を書いており、 イアンブリコスの書いたエジプト人の秘技についてはその書簡に対する返答として書かれたものである。イアンブリコスの解するところでは、超越的なものは理性を超越しているがゆえに、超越的なものを精神的な目想によって把握することはできない。神働け術は、存在の初回想において心的、印を辿っていくことによって超越的本質を、 回復することを目的とする一連の儀式と作業である。教育はアリストテレス、プラトン、ピタゴラス、そしてカルデア神託にも示されているような事物の枠組みというものを理解する上で重要である。神働け術者は同類をもって同類に作用させる。すなわち物質的なレベルでは物質的な象徴と魔術によってより高いレベルでは 心的かつ純粋に異例的な実践によって、心的なものと物質的なものを調和させることから始めて、神働け術師は最終的に魂の内的な神聖が神と合一する段階まで到達する。イアンブリコスは一般大衆が行う儀式は実質的には、 物質的なものであり、一方で神聖に近い高度な人々は感想を通じて、心的な領域に到達できる、ということを言わんとした。ありがとうございます。